咳や呼吸困難に悩む人にとって心気筒という漢方薬が救いの手となるかもしれません。この漢方薬は気管支を広げ痰を出しやすくすることで呼吸を楽にする効果があります。心気筒は体力が中程度以上で呼吸困難を主訴とし、抑うつ傾向がある人に適しています。小児喘息、気管支喘息、気管支炎などの症状に効果を発揮します。また風邪症候群や肺気腫にも応用できる可能性があります。他の漢方薬との使い分けも重要で、症状の違いによって細木湯や小清流湯などが選択されることもあります。心気筒はアスピリン喘息や持続性外傷の改善にも効果があるという報告もあります。漢方薬は体質にあって初めて効果を発揮します。自分の症状にどんな漢方薬が合っているか漢方の専門家にご相談ください。